おはようございます。ずんだもんです。四国メタンです。2024年 FC 岐阜ホーム最終戦にやってきたのだ。試合開始まで45分、なんとかここまで来れたのだ。ちょっと顔色が悪いわよ。いやね、駐車場がいっぱいで車が止められずに大変な思いをしたのだ。ホーム最終戦はいつも混むから2時間前には来たんだよ。でもね、この付近の駐車場は全滅で、高い民間駐車場に止めるか、歩いて20分離れてる河原の駐車場に行くしかないのだ。健康のために歩けばいいじゃない。20分歩けないのだ。え、だいたい20分なんて FC 岐阜団でしょう。まだうちなるおっさんが歩けた時でも40分はかかったのだ。ごくつぶしの僕が民間駐車場なんて使えないから、帰るか迷ってたんだけど、会場から帰ってくる人が出てきたんだよ。まだ試合前なのに。ここは複合施設で、体育館でテコンドーの全国大会があったみたい。試合が終わった人たちが帰ってきたんだろうね。一縷の望みをかけ、なんとか止めることができたのだ。帰らなくてよかったわね。基本的に岐阜県民は近くても車を使うから、イベントが重なると駐車場がパンクするのだ。日常茶飯事なのね。昔は公共交通機関を使おうってスタンプラリーっぽいのをやってたんだけど、ファン、サポーターには受け入れられなかったみたいだね。うちなるおっさんも車よね。バス、電車、バスと乗り継いで片道2時間1000円以上かかるのだ。2時間前に来て駐車場に入れないのはきついのだ。で、顔色が悪かったのね。これは運動不足なのだ。どうしようもないわね。前までは河原の駐車場からシャトルバスが出てたんだけど、今年から完全廃止になったんだよね。ホーム最終戦のセレモニーで売上が10億を超した過去最高の FC 岐阜だって社長が言ってたけど、紙のマッチデープログラムを廃止したり、サービス面は落ちてるね。経費削減かしら。 FC 岐阜は自然環境云々って言ってるけど、そうだろうね。この動画 FC 岐阜関係者も見てると思うから言っちゃうけど、日が暮れ、夜になった河原の駐車場ってしっかり見てる？石で凸凹して真っ暗だよ。みんなスマホのライトを片手に歩いてたのだ。すごいわね。この日はシャトルバスが出てたからまだ良かったんだよ。今年はなかったからね、大変だったと思うよ。こんなにやさぐれてるってことは試合負けたの？今年2敗しかしてない大宮アルディージャ相手に2対2で引き分けたのだ。すごいじゃない。しかも相手が岐阜の選手に故意にボールを手でぶつけてね、退場したんだよ。相手が1人減って有利になったはずなのに、なぜか岐阜が失点。それでもなんとか追いついて引き分けたのだ。いい試合ができたわけね。ちょっと絡まってるのだ。今年はあと1試合あるけど、岐阜は昇格も降格もなく、来年も J3。 監督を交代してリセットするシーズンが多いから、サポーターからこんな幕を出されていたのだ。見えにくいわね。同じことの繰り返し、うんざりだ。未来に向けて今何が見えてますか？だね。簡単に言っちゃうと、社長辞めろだね。え、うちなるおっさんはどう考えてるの？成績は年々悪くなってるから、出されて当然だとは思うね。でもさ、ひどくなるのに業績は好調なんでしょう？どんな悪いことしてるんだろうね。ちょっとちょっと、結局さ、何が気に入って気に入らないかだと思うんだよね。今の社長のイメージって、ホーム最終戦でよくわからない経済用語を使う人ってぐらいしかないから、もっとファンやサポーターの前に出て顔を出したり挨拶してたら違ってたと思うよ。そうなの？選挙だってそうでしょ。手を握られたら入れたくなるって人がいるんだもの。 FC 岐阜だってスポンサー懇談会みたいのやってるから、それと同じだよ。多分社長がサポーターに向けて未来に対して説明をしても納得しないと思うよ。今までの不信感があるからね。見てみなよ、あのマスコット。岐阜国体のマスコットで2008年から活動していて、 FC 岐阜とのつながりは10年以上になるのだ。あのピンクボーイもダンスをすることで認知度が高まったのだ。あれは人権ちゃん、中には知ってる人が入ってると思うのだ。ここだけ生々しいわね。要は知ってるってのが大きいんだよ。地道に信頼を勝ち取ってきたマスコットのように伝える努力はした方がいいんじゃないかな。
伝わるかわかんないけど。何それ。まあ社長も大変だよね。僕は絶対やりたくないのだ。そこは心配しなくてもいいわね。じゃあこのあたりにしとこっか。それでは皆さん、ごきげんよう。